狭山県内で無免許ドライバーによる事故が相次いでいます。調べによると男は改造したゲーミングチェアで公道を爆走しており、警察は注意を呼びかけています。おい、ちゃんと運転せえよ、お前。お前危ない危ない、ちょっと蛇行運転するけど、お前危ねえよ、蛇行運転すな、お前。下手か、下手か、お前。おい、赤や止まれよ、お前。赤やぞ、赤やぞ。ピーン、あ、青や、よか。あ、なんやろ、危ない。いや、あれは無免許ドライバーのエミールや。エミールミサイルや。無免許でも堂々と運転してやる、免許狩りじゃ。なんやろこれ。お、え、バイクや。おー、車じゃ。はあ、免許あるけん、なんやこの車。うわ、おっそ。聞いてよ。あ、やった、一番かっけえ車だ。あいたな。お前、夏はこれぐらい涼しい方がいいのよ。おい、それで街中走ったやつ初めて見た。わあ、大先生どうした、お前それ。何、ああ、ロボロか。新車それ。ああ大先生。おめっちゃ似合ってるよ。いや、この前ようやく納車されてん。わあ、結構人気車種なんやね、それ。めっちゃ長かったわ。車欲しいしたもんな。誰か土を耕してほしいやつはおらんかね。あれ、なんか農家の方一人いる。誰か農家おらん。土を。あの誰かバイクがあんねんけど、これはわし乗り換えてもええやろか。農家の人はトラクター乗ってもらわんと困りますよ、それ。せやな。嘘。駅の線路、道路、土みたいやから耕しとくわな。あ、ショッピング。ええもん乗っとんな、お前。いや、待ってください。部長、ショッピングカートで街中で歩いたらやばいでしょ。でもショッピングはお前ちょっとなんか普通すぎへんか。やっぱ俺ぐらいこう、やっぱ前衛的であるべきやろ、お前。いやいやいや、それ部長多分窃盗もやってるでしょ、それ。いや、でも俺免許持ってるから。いや、部長のそれだけは無免許でも OK なやつでしょ。絶対イオンからパクってきたやん、そのカート。これ？いやいやいや、イオンからパクってきた。やばい。イオンからパクってきた。やばい。無免許ライダーエミルや。無免許ライダーエミルや、やばい。無免ライダーや、無免ライダー。無免ライダーや。待って、無免ライダーエミルしてる、やばい。うお、ちょっと待って。うお、無免ライダーエミル運転下手くそやわ、勝てるわこれ。うわー、ジャンプ。あー、詰まったな。あ、いやいや、これどうなった、あ、これどうなった、これ壁。よっしゃあー、やっぱ無免許ですわ。無免許やったか。あー、なら早いな。いや、まあそれ車やからね。お前ちょっと遅すぎるか、お前。ね、お前。な、どうした？お前かわいすぎるやろ、それ。いや、新車やで、お前。新車やでっつっても。お前マジでめっちゃディーラーもめっちゃ言っとった。今半導体不足なんで納期遅れるかもしれません。ああ、そうなんや。それ半導体いる、それ。いや、だからもうほんま。台車とかじゃないんや。
新車新車新車でも確かにカラーリングは凝ってる感じがするね、赤黄2色で。あ、やろ、ねえ、ツートーン大先生の車見に行きたいって。あの、かわいいバ、かわいいバイクやるよ、俺こっち乗ろ。あっ、あー、やーめろおい、おい、線路走ったかんやろ、君。トンドさん、トンドさん、線路で豆まきゃダメですよ。あ、やばい、なんかなんか、なんや、周りで音が聞こえるぞ。あ、めっちゃいいもの乗ってるやん。おい、そこのバイク、お前、あの、おホーム乗り込んなあかんでしょバイクで、あんた。いや、また2人目の免許いらんやつに会ってしまったな。誰がおい、誰が免許いらんやつって。お前、いや、免許いらんやつやんそれ絶対。てか1人だけもう運転してないやん。これ動かそうと思ったらお前試しのもう3つ目ぐらいは頑張ってあげなあかんねんお前。いや、やっぱ新車でドライブ気分ええな。三輪車来た。大先生のあれか。あ、三輪車や。あれ、いやいやいや、これディーゼルやな、これ。あ、やばい、来てる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 。ディーゼルやな、これ。あ、やばい、来てる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 。ロボロさん頑張れ。危ない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 危。デビさんがもう5人ぐらい引き殺してる。おそんなに免許が、三人者の残骸がある。三人者が、デビさん、あーめ、言葉がやばい。あーめ、あれ、また爆発した。え、車や、うおー、その車俺に行かせ。あれ、また爆発した。え、これ誰が残ってんの。もうあとショッピングぐらいちゃうかな。ありがとう。おい、そんなに罪重ねて。いや、だって、あの、楽しそうに三輪車とかさ、みんなおってさ、たもう楽しかったわ。多分共犯も殺してやるな俺。ああ、共犯とかおったの、そういえば。うん、だって俺ちゃうよな。え、俺途中から、俺人間やから。なんか気持ちよくなってきて、もう全部殺しちゃった。見境なしで暴走しやがってよ、この無免許野郎が。いや、何言ってんの、俺免許ちゃん勉強したから、マリカーで勉強したから。マリカーも大してうまくないくせによ。いや、マリカーで、まあ、ちょっとできるんだったから、まあ、行動も OK かなって。いや、その結構三輪車に乗ってた痛い手な子供引き殺してんねんぞ。あれ、子供やったん、結構大きかったよ。実質子のおじやんなの。いやいやいや、スーツ着ちゃってんやん、あの子。お前、駅前やばすぎやろ、どんだけ殺してん、駅前で。そっか、駅前におるんか。お前バレた。なんか拾ったね、これ。あ、こうつか。待って、こんだけ逃げてようやく1個な、やばこのゲーム。俺以外全滅してんねん。お前免許持ってるやつ、そんな駅のとこ入り込んでええと思ってんのか。いや、これもう緊急措置やから。いや、もう緊急避難とかこんなの聞かへんぞ。まあ俺の方はもう分かんないけど。いや、もう無免許で運転しろ、お前が言うな。いや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 、まだ警察来てへんし。早く来てよ、男の人を助けて。いやー、バレなきゃお犯罪じゃないんですよ。つか、どこ行ったんの。ショッピング勝負しようや。チキネしようや、チキネス。ゼロ4するか。ゼロ4しよう、ゼロ4しよう。じゃあ俺、ちょ、アンダーパス15や、来いや。アンダーパス15だ、オッケー、アンダーパスだ。よし。ちょっとどんぐらい速さの違いがあるかっていうのを視聴者に説明しようぞ、これ。じゃあ、3、2、1、GO! なんだこれ、なんかやりとりか。なんだ、何の話だ。あ、レースしようぜ、ちゃん、これは。あー、そういうことだ。なるほど、なるほどね。どんな絵ですかこれは。じゃあポンポンポン、あーなんだ、あーやばい、レースにスタート。おーちょ待って、早いやんこれ。いや、そこそこさあるわ。無理や、無理無理やろこれ絶対。あれやろ、いや、その速度やばいな。やばいやろ。
法定速度っていうことは知らんもんね絶対。え、だってこの法定速度っていうかさ、まずこれどこで買ったの車。あ、確かにパクってきたんか。これでもあれちゃう、早い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 、今 U ターンして反対走ってったらもうええんちゃうん。あー逃げた逃げた逃げたよスイート今。ちょっと待って、これどんどん範囲も狭なってるんやったよな確か。あ、そうなの。いや、このボーダーどんどん縮まってると思うよ。ほんま？あ、縮まってますね。ふーん。いや、じゃあもうほら引かれてよそろそろ。引かれてよって言いやすい。そろそろええやん。待って、このエリア内警察署ないんか。エミさんも自首しようや。いや、自首？まあ自首はやぶさかではない。確かに尊い。6人も殺めてしまったんやで。まあ6人殺めたら確かに俺も不徳の致すところやな。うん。さゆみさん見つかりませんねこれ。いいとこあんのこれ。これ住宅街強いな。いやでもこれかなりこれちょっと俺らも勉強になったな。これ強いな。これは強いわ。これでもあれやで、追い込まれたら一ももう一網打尽よ。ただもう見つからないという覚悟よねこれね。うん、えみさん種まきとかした方がいいんちゃう。ほら農業したいって言っとったやん昔から。あ、はいはいはい、いいね。じゃあ種まくか。うん、トントンさんのね使ってたあれで種まきした。畑戦えそう。いや俺もあかん、あの車はねちょっとね、あれはさすがにちょっと悪いかな。あ、やっぱトントンさんが持っとったから気悪いか。そうか、すまんな。いや使えへん。やっぱ真面目にさ働いてらっしゃった方の命を奪ってしまったっていうことに対して今更ながら罪の意識を感じる。いやほんま今更やな。いやほんまに、いやだから俺はこの米畑を蹂躙することに決めた。稲穂気持ちいい。行くとこまで行ってしまったな、エミーお前。ショッピくんどこにいんの。どこやろこれ。え、家。家。うん、家。住宅。住宅街。住宅街って結構ここいっぱいあるからさ。いや、うん、特徴ないからどこって言えへんわこれ。家。まあ分からんでもね、ランドマークはね。なんか電柱とかも立ってへんから何々町って言えへんわここ。そうやな。いや、ってことは救急車呼べへんってことやから、つまりやりたい放題ってことやな。いや、いいなこれ。ナショナル犯罪者がよ。ちな、エミさんはどこおんの。いや、俺もね、なんだかんだで住宅街来てん。はい、はいはいはい。ただこっちの住宅が結構もうボーダー狭まってるか。あ、見つけたー。バレた。うお、逃げろ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 。ここにおったやろお前。くそー、バイクのリテルにちゃんと生かしたから、この小道を、この小道を行きやがったな。あっちかな。無免許のエミさんから見たその他のメンバーの運転のうまさ度合いちょっと教えてや。え、今のところでもトップでは捉えきれてないので、もうショッピングやな。もうまあこれ車種特性もあるけど、バイクっていうあたり引いてるから。いやまあな。で、チーノくんは、あ、それあいつ何乗ってたの。いや何を思ったか知らない。俺ね、何乗ったかもしれない覚えてないんやけども、佇んでた。え、佇んでて、それを後ろから引いたから多分何かに気を取られてみたいと思う。いやもう完全に事故現場や、歩行者に事故ってる。いやまあだからあれはまあ正直言ったらかなり悪質な引き逃げと自分で自覚してる。うん、いやもうやっちゃってんね。いやもう結構 やらかしてるから、まあ正直もう行くとこまで行ってやろうっていう覚悟を決めましたね。ああ、チーノがきっかけでレイミさんもここまで狂ってしまったんや。じゃあな、初手チーノくんだった。うん、初手チーノがどうした。いやいや、初手チーノくんがやっぱりあれかな、俺の倫理が狂わしたから。まあそうやな、チーノが悪いみたいな面があるかもしれへんな。まあ、いや、チーノくんが悪いって言えば、まあそこのところはちょっとまあ若干やぶさかではないっていう。あ、登ってった登ってった。おお、近い。さあ、あ、逃げた。あ、いや、足跡逃げたんちゃうか。逃走が早すぎる。追いかけろ。さあ、見えた見えた。さあ、見えた見えた。いけ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 、エミルゲー。お兄ちゃん頑張れ。さあ、お兄ちゃん追いかける。さあ、しっかり蛇行していく。あっと、これショッピは結構ぶつかってるぞ、お前。あ、これショッピ厳しいぞ、それ。あー、やばい、うまい、うまいな。そういう精神性やから、こうやって人を引き殺していく。いやいやいや、うおー、耐えろ耐えろ、ピカチュウ避けるな、ピカチュウ逃げるな、待て待て、あいしゃくっそあっ、これは避けれる。後ろからオカマ掘られるよ。結構耐えたな。
開始早々やねんけど。いやお前それはちゃんと言うときよ、お前ちゃんと言うときで、前からスタート言って、あの場所降りて、さあ召喚だ、バツンやからね。チーノ、チーノ、文句やな。それは無名やからな、まあしゃあないよな。無名やからな。無名な、無名。あと一応確認なんですけど、乗り物にも乗らずに殺されたっていうことですか？え、どうやったやろ、乗り物乗ったんかな。エビさんから聞いた分には何乗ってたかも知らへんって言っとった。エビさんはたたすんでたっていう。なんで、あの一応確認なんですけど、なんで乗り物に乗る時間猶予を与えなかったんですか？チーノ、チーノ、いや、持ってるもんやと、はい、お前に車いらんってことやん。エビさんから言うと、お前は車いらんってことやん。まあ、それやエビさん、あれで正直に言うた方がええで。あ、わった。いや、もう、すみません、あの目についてとか殺すつもりだったので、あの目に入ったら。じゃあ、なんで正直君は一回見逃したの？見逃したの？もうちょっと上から行って大丈夫やって。上から行って大丈夫。もっと行け、もっと上から。もっともっと。チーノが不当な文句言うとんねん。あんなとこ立ってる方が悪い。おー、まあ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 、免許も取れへんじゃん、そういうんやろ。エビル、これだけはアドバイスで言うたるわ。あの二人のことを鵜呑みにした好感度が下がるで。いや、エビさん安心して、お前今回の一件でお前免許7枚集まったから、お前も無免許じゃないね。いや、そういうもんちゃうね、免許って。え、これもしかしてあれか、世界の免許7つ集めるとなんか願いが叶うんですか？免許をください。でも俺一点気になったのは、そのなんか、うん、駅前付近でさ